はい、崩壊さです。3.4 ですね。バージョン 3.4 の初期紹介なんですが、新しく超弦武器ができましたので、こちらの紹介をまずしたいと思います。で、ですね、磁気嵐の超弦武器。まあ、便宜上、超磁気嵐と呼んでますね。で、ドンテンの超弦武器。まあ、超ドンテンと、まあ、便宜上読みますが、こちらの2つが、超弦武器として出ています。で 3.5 ですね、こちらで、電磁砲、あとイレブンス生物の超弦武器も出る予定です。とですね、 BP ですよね、こちらの成功棒でできるのがですね、ドンテンができますね。あとまあこの辺もできるんですが、検証委託でいいのかな。こちら磁気嵐が作れるようになっています。さて、話戻りまして、超弦武器ですよね。磁気嵐、超磁気嵐の方は磁気嵐持ってればできるようなんですが、あ、1でもいいのか。ですね、超ドンテンの場合は新しいアイテム3つですね。それと50レベル50の武器が必要です。何でもいいのかな、この辺とかパチなら何でも、ガチャさんならいいような気もしますね。3.5 は超電磁砲とイレブンスですね。で、レベルの上げ方ですね、超弦武器なんですが、まあ、コインは別にいいんですけれども、まず、アイちゃんアイテム、これは400。で、超電金属、うんたらが520。ナノメートルセラミックが150。ね、で 3.4 の間に、アインシュタイン、こちらは814手に入りますね。まあ2つ分、2本分作れるのか。超電導金属うんたらは1800、まあ、余裕ですね。ナノメートルセラミックが450、まあ余裕です。3本分ですよね。で、こちらのアイテムの取得方法なんですが、干潮レベル70だと崩壊結晶1個で、82だと超電導金属が120、83だとアインシュタインのやつが50となっています。まあ以下こんなに80、85まで干潮レベルアップできます。でですね、実際のアイテムの交換の仕方ですよね。はい、肝心なアイテムの交換の仕方ですね。まず、アインシュタイン、なんとかかんとかですね。こちらなんですが、武装共鳴、500個で50個交換できます。で、武装共鳴自体は、崩壊結晶ですね。これで4回、バージョン 3.4 中4回交換できます。バージョン 3.3 の時も4回交換できましたよね。あとは超電導金属、たら、こちらの方は装填共鳴ですね。こちらで2個で6個交換できます。で、あとこの辺ですかね。毎週交換できますね。何記念物か分かりませんが、こちらでも40個で5個交換できます。これは毎週5回です。4、5、20、200個、毎週200個必要ですね。あとこの辺か、星石でも交換できます。毎週20回、星石が結構減りますよね。あとナノメートルセラミック、こちらも900個で5つですね。これは毎週10回交換できます。
チシステムですね。こちらの方も、超伝導金属が、10回できますね。波長 3.3 の間中です。480必要で5つ交換できます。あと、アインシュタインのやつは、正攻防こちらで交換できますね。12個が上限ですね。超伝導金属、こちらは、BP でも交換できます。これは60個が上限ですね。BP30 必要です。あと、ナノメートルセラミックですね。こちらはいつもの進化材料のやつで、ステージで獲得できます。何個かな、1回で15個か20個か、結構手に入るかな。はい、ちょっと天守混座でいいのかな、シューム、こちらで、悪夢球でアインシュタインと超伝導金属、あとこちらも手に入ります。この辺もそうですね。超伝導金属と、この辺が入っていますね。手に入り。